はい、第206回始めます。今日は2022年9月13日です。今夕方の5時前4時51分ですね。まあ普通の火曜日、まあ、今日で休み終わりで明日から私も仕事です。なんかね、最近また暑くなってんだよな。今も暑いですけど、夜眠れないのか、ちょっとね腰が痛いし体も疲れてるっていう状況で、今回精神科医が教えるこんな人には絶対近づきついてはいけないと、自己肯定感をどんどん下げてくる人の特徴っていうことで、まあ生き方っていうか考え方っていうか過ごし方っていうかね、それまあ共感できるものだったね。これダイヤモンドオンライン、不安や悩みが尽きないと、寝る前に嫌なことを思い出して眠れなくなるなんてこともありますよねと、その時に参考にしたいのが増刷を重ねている好評多々の感動小説、精神科医トミーが教える心の荷物の手放し方、ダイヤモンド出版だと、ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症、苦しんだ末にたどり着いた自分ら示唆に裏付けられた説得力ある言葉、とても読みやすいオムニバス形式の8つのショートストーリーは、ふと心が落ち込んだ時にそっと心の荷物を手放すため の優しい、言葉を授けてくれるということで、まあこういう本が今売れてるんですかね。でこの本じゃないですけど、まあまず自己肯定感の高い人になれと、で自己肯定感の高い人はいろいろありますが、大事なのは否定する人ではなく肯定してくれる人となるべく接するようにすること、まあ自分の接する人ね。別の言い方をすると否定しがちな人からはなるべく距離を取る、離れるっていうふうにした方がいいですよと。そりゃそうだ、否定してくれる、もうね世の中ほんとね否定あれこれあれこれ言ってくる人はいるんですよね。もう伝えなくっちゃっていうことでね、教えなくちゃ余計なお世話だっちゅうのっていうね、とにかく肯定、まあ逆に言うと褒めてくれる、認めてくれる人となるべく近づくっていうことですね。否定の人とはなるべく付き合わないっていうことです。で、自己肯定感の低い人というのは他人と比較したり他人を攻撃したりして、自分の足りない部分を補おうとするっていうね、まあなるほどと思います。で自己肯定感が低い人同士のマウンティング、あと攻撃、逆に傷の舐め合いが多いと。自己肯定感低い人はねもうマウンティングですよ、エブリデイ。で自己肯定感が高い人ってどんな人、そういう点からもう自己肯定感を高めようと思ったらこの人は自己肯定感が高いなっていう人とどんどん接するようにするのがいいでしょうと。まあ自己肯定感が高い人っていうのはどういう人か、まずあなたにとって魅力的に映る人で、誰とも比較しないで、自分のやりたいことをやれてる人、自分がやりたくないと思ったら思い切ってやめられる人、他人の顔色や、世間体を気にせず自分がいかに納得するかを、行動の基準にしてる人、そうですね。あと目をキラキラさせてやりたいことをやってる人、こういう人が自己肯定感が高い、こういう人と付き合いましょうっていうことです。逆に、自己肯定感が高い人はいちいち幸せアピールなんかしませんと。本当だ、自己肯定感が高い人っていうのはありのままでいいんだよっていうことを、言葉にしなくてもわざわざもうそれをベースに生きているっていう人ですね。聞いてもいないのに自己肯定感が高いっていうのをいちいちアピールしてこないね、そういう人はね。自己肯定感を高めたいのであれば自己肯定感の高い人と接するようにしましょうと、自己肯定感の低い人とは接しないようにしましょうと、もうこれ職場にね言えますね。大体ね、私前回205回でもちょっと愚痴りっていうかね言いましたけど、まあ今のね企業社会、企業風土、この自己肯定感の低い人多い、まあなんかのね、なんか不安症か脅迫症なのかわかんないですけど、その会社で残ってやろう、生き残ってやろう、上に登ってやろうって考えてるのかわかんないですけど、なんかとにかくもう自分の意思とは別にね、経営者から疲れよう、
会社から好かれるようにしよう、会社にずっと残れるようにしようみたいなことで動いてる、もう空気を読んで忖度してごますってみたいな、でそういう人が長続きして、そういう人が教育係になっちゃうもんだから、もう入ってくるね、素質のある素晴らしい人材がどん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 辞めてく、そのモンスターにどん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 、なんていうのかな、否定されて否定されて、もうそのね、教育係は大体もうあれしろこれしろ、これできてないじゃない、これできてないじゃない、これもやんなきゃダメ、これもやんなきゃダメみたいなね、もうとにかく喋り続ける、褒めるっていうことがないんですよね、うん、10あったらまあ 3,4 ぐらいは最低でも褒めろよっていうね人として、うん、そんなにね100あるうちのね80、90できりゃ十分なんだから、その本当に教育係がね100点取ったことなんかないと思いますよ、おそらく人生で1万人100万人の中で1位になったことなんかないんだから、絶対それを100点取れ、これできてない、あれこれできてないってね、否定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 注意注意ばっかりだと、そりゃ心病んでやみますよ、やめていきますよ、うん、そしてもう社会にね復帰できない、心病んじゃってうつ病なんか発症してみたいなことがね世の中に5万とある、うん、本当にこのね会社の考え方っていうのは企業風土っていうのかな、日本の社会主義のような企業社会、この風土は変えていった方がいいですね、じゃないとただでさえ少子高齢化でニッチもサッチもいかないのに、労働力不足で、うん、大事な大事な労働力どん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 潰していって使い物に使えなくしていくような仕組みになってますからね、っていうのがまあ私の、うん、持論っていうかね考え方ですね、今の社会情勢っていうのかな、うん、日本社会ほんとギスギス窮屈になってきてね、困っちゃうね、まあとにかくねこれに書いてあるあれがままでいいんだっていうことですよ、他人となんか比較しないね、どうだっていいんだから、他人なんて物差しが違うんだから各自、うん、でやめようと思ったらやめる、うん、やりたくないと思ったらやりたくない、それでいいんですよ、うん、のびのび生きるっていうかね、まあ子供みたいなことを言うようだけど、うん、誰とも比較しない、うん、やりたくないと思ったらやりたくないんだからやらない、うん、やりたいことをやれる人ね、うん、であと他人の顔色世間体を気にせずに自分がいかに納得するかを行動の基準にしてる人、うん、こういう人は素晴らしいと思います、こういう人になりましょう、うん、まあ、割とこれね私できてると思う好きなように生きるっていうかね、自由に生きるっていう、自由っていうんじゃないけど、本当にね日本社会はね、特にオバタリアンと言われる人たち中心にね、本当余計なおせっかいっていうかね、余計なことずけずけと言ってくる人が多いです、うん、気にしない、人の言うことなんか気にしない、やられたらやり返すうつ病にならないように、心病んじゃわないようにしないといけませんね。はい、206回こんなところです。9月13日またお願いします。チャンネル登録がね6人になりましたっていうか、また減ったのが戻ったってだけなんですけど、ここまで聞いてくれたあなたはもうすでに奇跡ですんで、チャンネル登録お願いします。ありがとうございます。